を揃えていると、こう右手のサムの音と左手のゴーストの音、この音がちょっとね同じ音量になるように、意識してる。これをずっとねこう延々と手癖になるように、手が勝手にもう頭で考えなくてもいいように、こういう風に分けると結構フレーズ弾きやすいかもしれません。見てください、左手を見ててくださいね。タアタアタアタ、ほら、僕の場合は振り抜きスタイルなので、親指のアップダウンをうまくこう